昇格は、大日本帝国海軍の航空母艦。昇格型航空母艦の一番艦として、太平洋戦争で活躍した。昇格は、ヤマト型戦艦一番艦ヤマト、二番艦武蔵と共に、丸三計画にて建造され、ヤマトと、ほぼ同時期に竣工した。アメリカのエセックス級やイギリスのイラストリアス級と、同様、ワシントン海軍軍縮条約終了後に、 設計建造をされたため、必要かつ十分な装備を持つ大型空母として完成した。昇格型空母に湾艦随格との作戦行動時には昇格が損害を受けることが多かった。新珠湾攻撃、正論沖海戦、三五海海戦、第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦、ロゴ作戦等に参加するなど、日本海軍機動部隊の主力空母として活躍した。 1944年のマリアナ沖海戦でアメリカ潜水艦の雷撃で撃沈された。昇格は江戸幕府及び明治政府の外輪式蒸気船昇格丸である。昇格は初期の航空母艦で1921年2月17日に命名された。3月3日に航空母艦として類別。日本海軍が 航空母艦という艦種を設けたのは1920年4月1日のことであり、空母として最初に類別されたのは若宮である。昇格は書類上、日本海軍2隻目の空母となった。1921年10月13日、空母放送の命名及び軍艦籍加入が通達され、同日付で航空母艦に類別。同年11月13日に水。 1922年12月27日に、竣工。書類上は、若宮、昇格に続く3番目の航空母艦となった。昇格は、浅野造船所での建造を予定していたもので、放送の改良型であった。1923年8月、ワシントン海軍軍縮条約により、天木型巡洋船艦2隻を空母に改造することになり、割り当て排水量の関係から、 昇格の建造は中止された。その後9月1日の関東大震災で損傷した天みが廃艦となると大艦として加賀型戦艦一番艦加賀の空母改造が決まった。11月19日、2隻の空母改造が正式に通達された。同日府で昇格の建造中止が正式に発表され、2隻と入れ替わる形で除籍された。 丸三計画で建造された昇格型航空母艦一番艦。昇格は空母としては二代目。昇格の艦名を持つ軍艦としては三代目となった。昇格型航空母艦と大和型船艦は丸三計画において同時に計画、建造されており、技術的にも類似点が多い。昇格は、球場艦種を採用した日本海軍の軍艦の中では、 最初に竣工した艦であり、最大速力約34ノットの高速性を得た。機関出力は16万馬力で、ヤマト型戦艦をも上回る。防御能力についても、機関部や弾薬庫などの艦主要部は、巡洋艦の砲撃に十分耐えられるよう装甲が施され、作薬量4 5 0ラムの魚雷にも耐えうる、水雷防御が施されるなど充実した性能を持つ。 しかし、A 空母や、次級の大砲型航空母艦のように飛行艦艦の装甲は有しておらず、5 0 0ラム爆弾が命中すると航空機の運用ができなくなる。また、ダメージコントロールは、ミッドウェイ海戦での4空母損失の教訓から、可燃物の撤去や、可燃性の塗料などを使用しないなどの運用上の工夫が行われていた。昇格型は当初設計において、 環境を左限中央に配置する予定であった。左限中央配置は空母赤木、飛竜で採用されたが、傭兵側から不具合が指摘されている。飛竜型の場合は、建造開始後に赤木型左限中央配置環境の問題が判明したものの、建造が進んでいたため、左限中央配置環境のまま配置された。だが、 昇格型はこの問題が浮上したのが気候後ではあるが、浸水前段階であったため、右限前方配置環境への設計変更が可能であった。悪天候時の間の同様という点では、従来空母に比べてやや難があったが、航続力については申し分ないと評価されている。飛行艦板の面積は加賀とほぼ同等。だが、同時期の SX 級航空母艦の 飛行乾板面積より小さい。昇格と髄格は識別が困難であるが、環境直後のメインマストの中途に拡声器を備えているのが髄格である。ただし、真珠湾攻撃時には、双方ともメインマストの中途にスピーカーを備えており、昭和17年末には髄格がこのスピーカーを、環境左壁に移設しているため、環境直後のメインマストのスピーカーの有無を、 両艦の識別点にできるのは、ごく短期間のことである。なお、飛行艦艦全部上に、対空識別記号として、カタカナで、昇格は、死、随格は、すと記載されていた。1937年に発表された第三次、艦船補充計画によって、大和型船艦や影楼型駆逐艦とともに、昇格は計画され、同年12月12日に、 横須賀交渉にて建造が始まった。同計画1号艦が、2号艦3号艦4号艦5号艦が、水上規模艦日清である。長戸型船艦2番艦道のくと、同じガントリー仙台での建造だった。1939年5月16日、昇格と命名。同日府で、官邸類別等級表に登録。同年6月1日、 伏見宮の康やひを、よ内いみ海軍大臣、長谷川清横須賀陳府司令長官立ち会いの下で浸水する。ところが浸水式式典中に大雨となり、清掃の配管者たちは、右往左をすることになった。また関係者には記念絵はがきとガラス製、昇格缶型文鎮が配られている。当時の横須賀交渉では、空母へ、 改造予定の検査機型潜水母艦に番艦、高崎も停泊していた。1940年5月20日、日本海軍は、墨川道夫大佐を、昇格偽装院長に任命した。5月23日、昇格偽装院事務所を設置する。10月15日、墨川は、水上規模管水保管庁へ転任する。公認の昇格偽装院長は、 クレ海軍航空隊司令城島工事大佐となる。11月15日、城島は横須賀海軍工廠で潜水母艦から空母へ改造中の省、大鳥艦長を兼務することになった。12月27日、昇格とともに横須賀海軍工廠で建造されていた空母随宝が完成した。1941年4月17日、城島工事大佐は正式に、 昇格艦長に任命され、引き続き県崎艦長も兼務する。7月5日、昇格偽装院事務所を撤去する。8月8日に竣行した。横須賀鎮守布石。当時の艦幹部たちは、戦艦に比べ裏方とみなされていた空母への配属に、不満を抱いていたという。同日付で、上島大佐は、両艦艦長兼務を解かれ、公認の県崎艦長は、 戦艦山城艦長、小畑長在門大佐となった。8月23日、昇格は、諸女公開を実施、鹿児島方面へ向かった。8月26日、第一航空艦隊司令長官、長雲忠和中将は機関を、空母赤城から昇格に変更した。赤城は、横須賀に帰島した。9月1日、第一航空船隊所属の第7駆逐隊より、 吹雪型駆逐艦2隻が除籍され、おぼろは第5航空船隊に編入された。同日付で、原忠和少将が第5航空船隊司令官に任命された。原司令官は機関を、春日丸級特設航空母艦1番艦春日丸に指定した。9月8日、第1航空艦隊機関は昇格から赤木に戻った。9月10日、昇格は、 第5航空戦隊機関となった。9月12日に内示された昭和17年度海軍戦時編成によれば、昇格型航空母艦2隻は第11駆逐隊と共に第1航空戦隊を編成し、それまでの1航戦は第51駆逐隊と,隊と共に第5航空戦隊となる予定であった。しかし機関として使用する予定であった、完成直後の本艦を訪れた第 航空艦隊司令部は、昇格型の飛行艦班は、他の空母と比べて、著しく短い、環境付近の飛行艦班の幅が狭く、艦上機の運用に、不便と評価を下しており、その影響もあってか編成外の予定は中止された。なお、第一航空艦隊航空三望言、多実中佐の名優、淵田光雄少佐は、真珠湾攻撃航空大使機関の密命を受け、 8月25日府で赤木飛行隊長に任命されている。9月25日、昇格型2番艦随格が竣工した。春日丸と入れ替わるように第5航空戦隊に編入され、またさざ波も第7駆逐隊に復帰した。9月27日、影ゲ型駆逐艦19番艦周運が竣工している同日付で第5航空戦隊に編入された。 11月14日、5交戦期間は昇格より、随格に変更された。新珠湾攻撃新珠湾攻撃へ向かう昇格の関西機。第5航空戦隊は、第1航空艦隊に所属して、新珠湾攻撃に参加した。環状攻撃機体48機が、宇佐基地、環状爆撃機体54機が、大分基地、環状戦闘機体36機は、 佐世保海軍航空隊の大村飛行場を基地として、離着艦訓練や近郊湾、渋士湾、再帰湾での訓練を行い、11月16日、佐世保基地にいた加賀以外の第一航空艦隊空母5隻は、再帰湾にて艦載機部隊を各陸上基地から離陸させて着艦収容した。その時の再帰湾には、ハワイ作戦に参加するほとんどの24隻の艦船が集まっており、 翌17日午後に山本56連合艦隊司令長官の視察を受けた。各艦船は機動部隊としての行動を誤まかすため、11月18日時間をずらしてバラバラに再起湾を離れ、第5航空船隊は文後水道を高艦とは逆に北上して別府湾で停止した。そして日付が19日になった午前0時に再び、 動き出して艦隊が最終集結する千島列島のエトロフ島、カ艦湾を目指し、艦隊集結予定日通り11月22日にカ艦湾に入った。ナグモ機動部隊の戦力は、空母6隻、第3戦隊第1小隊、第8戦隊、警戒隊、潜水艦3隻、輸送船9隻であった。各艦打ち合わせと兵器整備の後、11月26日、 南雲機動部隊は、タンカン湾を出港し、艦列を連ね一路ハワイ、真珠湾へと向かった。艦爆一機が未機間となり、搭乗員2名が戦死した。キロでは、ミッドウェイ島砲撃に伴うミッドウェイ島空襲や、ウェイク島の戦いに伴う、ウェイク島空襲に参加する予定もあったが、前者は中止され、後者は第二航空戦隊が担当することになった。島南西海面で、 第2補給部隊、駆逐艦8隻と合流した。補給を実施した後、12月24日になって、クレ軍港へ帰島する。真珠湾攻撃作戦から帰島すると、12月31日付で、昇格、随格搭載の常用規定数は、艦上戦闘機、艦上爆撃機、艦上攻撃機各18機に削減されて2航戦と同じとなり、当社重量は3分の2となった。 1942年1月5日、日本を出撃して1月14日、トラック白地に到着する。南洋部隊指揮官の指揮下に入り、ラバウル攻略作戦に従事する。1月17日、トラック白地を出発。20日には、空母4隻でラバウル空襲を観光する。ラバウル空襲後、5航船は主体と分離して、パプアニューギニアへ向かう。21日、 特別空襲隊として、東部ニューギニアの拠点を空襲するなど、南方方面で活動した。また昇格の冷戦が遭遇した、連合軍飛行艇を撃墜、飛行艇生存者を第六戦隊の従順アオバが収容している。一連のラバウル攻略作戦支援を終えると、今度は基地航空部隊の同地進出を支援する。随反艦からチクマカゲロ楼が外れ空き雲を加えた後、 ラバウル進出予定の第24航空船対属九96式艦上戦闘機16機の空輸を命じられた。96艦船をトラック白地からラバウルまで直接空輸することは難しかったために取られた措置である。5航船はトラック白地より飛来した96艦船16機を収容する。天候不良のため目的地をカビ園に変更したが、空輸作戦は成功した。 1>, 1月29日、3隻はトラック島を出港、2月3日に横須賀へ到着した。一連の作戦で、艦爆一機を喪失、飛行機整備員と機関下勤務兵で、各一名が戦死した。横須賀への開港時には、第1、第5航空戦隊の艦能機を搭載しており、更新機を搭載して、トラックに戻る予定であった。しかし、2月1日に、 マーシャル諸島空襲があり、第5航空戦隊は、駆逐艦2隻と共に連合艦隊付属とされて、付属航空部隊と呼称され、同部隊は、東京方面への空襲に備えることとされた。2月7日には、敵水上艦艇出現の方があり、敵の迎撃に備えて、付属航空部隊や、第2船隊、第9船隊、第3航空船隊などで、警戒部隊が編成された。 結局、敵出現の情報は誤報であり、出撃はなかった。その後も、アメリカの機動部隊に備えていたが、第5航空戦隊は3月5日付で、警戒部隊から除かれることとなった。3月3日に、南鳥島が空襲を受け、昇格は、出動を命じられた。3月5日、駆逐艦、しぐれから、国籍不明機発見の報告があり、出動準備を完了していた。 昇格は付近に存在すると思われる敵空母攻撃を命じられ、第5航空戦隊は警戒部隊に編入された。だが、味方機であることが判明したため出撃及び警戒部隊編入は取り消された。インド洋、作戦3月7日、昇格は横須賀を出撃してセレベストへ向かう途中、アメリカ軍機動部隊出現の急報により、 日本東方海面に進出したが快適せず、3月16日、横須賀に戻った。翌日執行、3月24日に、セレベスト、スターリング湾に到着、ナグモ機動部隊に合流した。3月27日、スターリング湾を出港して、インド洋に進出し4月5日には、セイロンとコロンボ港を空襲しているが、昇格所属艦爆一機が未期間となった。 ナグモ機動部隊のインド洋進出に伴って正規した、正論王機回戦では、5航戦を含む日本艦隊は、イギリスの空母ハーミーズ、従順洋艦コーンウォール、ドーセットシャー、五億地区艦バンパイアなどを共同で撃沈した。昇格艦爆隊のハーミーズに対する爆撃命中率は、18機中13発を記録。だが、作敵網の薄さから、 イギリス軍東洋艦隊主体を発見できず、大戦火を収める機会を逃がしている。4月10日、駆逐艦、周運と、おぼろは、第5航空戦隊から覗かれた、35回海,海戦損傷しながらも歴史新闘機の爆撃を回避する昇格。被弾した昇格1942年1月19日、大本営海軍部は、山本56連合艦隊司令長官に、 ライサラモア・ツラギ・ポートモレスビーの攻略を指示。これを受けて、南洋部隊指揮官、井上成美大四艦隊司令長官は、3月に、ライサラモア、4月に、ツラギ・ポートモレスビーを攻略する計画を示した。3月10日、ライ、サラモアを、アメリカ軍機動部隊が空襲し、損傷艦が続出。ポートモレスビー作戦は1ヶ月近く延期された。これは、 ポートモレスビー攻略部隊は、同基地航空部隊とアメリカ軍機動部隊の双方に対処せねばならぬことを意味し、南洋部隊所属の軽空母一隻では対処しきれず、南洋部隊は連合艦隊に有力な空母部隊の派遣を強く要望する。空母香川パラオで座礁した損傷修理のため内地に帰島しており、4月中の派遣は困難と見られていた。 その後のミッドウェイ作戦実施予定に鑑み、ポートモレスビー攻略作戦は5月上旬実施に決定する。そこで、南洋部隊の従来戦力に加えて、インド洋作戦に参加していなかった、加賀及び、第5戦隊、水上規模艦水保、第27駆逐隊等を投入することが決まる。ところが、日本軍基地航空隊は、第25航空戦隊しか配備されず大型空母の、 かがでも要求される任務に対処できない見込みとなった。第4艦隊は第2航空戦隊の派遣を希望したが、連合艦隊は第5航空戦隊の派遣を決定した。この編成外には、1航戦や2航戦に対し技量で劣る5航戦に実戦経験を積ませるエンド工場を狙うという意図もあった。また、MO 機動部隊の戦力を 空母3隻とすることも検討されたが、第4艦隊司令部は輸送船団の援護を優先し、同艦に船団の直接護衛を命じた。以上の作戦方針により、インド洋から帰島途中であった4月12日、第5航空船隊、第5船隊、第27駆逐隊の内洋部隊編入が発令された。5港船は4月14日にシンガポール沖で、 他の空母と分かれ、駆逐艦3隻と共に台湾のマコウに向かった。マコウには4月18日に到着、正式に第27駆逐隊が五航船の指揮下に入る。同日には日本本土発空襲があった。4月19日補給を終えた五航船は第27駆逐隊と共にマコウを出港して北上する。だが、同日中に 元の部署への復帰命令があったためトラックへと向かい、4月25日に到着した。そして第5航空戦隊、第5船隊、第7駆逐隊、第27駆逐隊、輸送船東方丸で MO 起動部隊が編成された。編成時の第5航空戦隊の搭載機は、昇格計54機、隋閣計63機、2隻で計117機であった。 4月中旬には暗号解読により日本軍の作戦を察知していたアメリカ軍はポートモレスビー周辺に戦力を集中する。そして空母2隻を機関とする第17任務部隊を迎撃に向かわせた。エンタープライズ、ホーネットは東京空襲を実行したため真珠湾で補給を行う必要があり、海戦が長引いた場合には産後海へ投入されることになった。 5月1日、MO 機動部隊はトラックを出撃した。ラバウルで冷戦9機を輸送するため南下したが、悪天候に見舞われ、5月3日には、昇格の冷戦1機が、海中に転落した。5月7日朝、昇格の作敵機は、アメリカの輸送艦、ネオショーを米空母と誤認して報告。日本軍攻撃隊78機は、ネオショーと護衛駆逐艦シムスを撃沈したが、 周辺の敵機動部隊を捜索したため数時間を費やした。また、随格艦爆1機が撃墜された。この間に、MO 攻略部隊主体が、アメリカ軍機動部隊の空襲を受け、小を取り沈没という損害を出した。昇格作敵機の偵察員は、補欠予備員で、正規偵察員は、腹板のため出撃できなかったという。2機の昇格作敵機は、祈祷の際に機を失って、 母艦に戻れず、インディスペンサブル賞に、不時期、翌日になり、機動部隊より派遣された有明に救助された。ネオ賞への攻撃を終えた、飛行隊を収容した後、MO 機動部隊は、本当の米軍機動部隊の位置に向けて、精神を、開始、後高戦司令官、原忠和少将は、白母攻撃を起きとする、軌道優秀者を選抜、攻撃隊二十七機を出撃させたが、 米艦のレーダーに捉らえられた。これに誘導された戦闘機械4階ワイルドキャットに襲撃されて、観光隊は大損害を受けた。昇格観光のうち1機は、昇格付近まで帰還していたが、最終的に行方不明となっている。また艦爆隊は爆弾を捨ててき中に、米空母に着艦仕掛けるアクシデントもあった。この時、対空砲火で、随格艦爆1機を喪失。 起動した攻撃隊は17機であった。昇格搭乗員戦死者は9名であり、5月7日は昇格にとって不運の日となった。5月8日の35回回戦は、ほぼ互角の戦力を持つ日米機動部隊の正面対決となった。朝、MO 攻略部隊より第6戦隊、第2小隊が合流。空母2隻、従順4隻、駆逐艦5隻で、 アメリカ軍機動部隊との決戦に臨んだ。午前6時以降の策定では、昇格策定機がアメリカ軍機動部隊を発見、同機は燃料切れを覚悟で日本軍攻撃隊を誘導し、未帰関となった。3名は山本56連合艦隊司令長官からその功績を認められ、死後に階級特進、禁止勲章を授与されている。昇格飛行隊長、 高橋閣一が指揮する日本軍攻撃隊69機は空母レキシントンを撃沈、ヨークタウン撃破という戦果を挙げた。小核隊は主にレキシントンを、随格隊は主にヨークタウンを攻撃している。フレデリック・シー・シャーマンは見事に協調が取れていたと回想している。一方、対空砲火とアメリカ軍機動部隊上空の空戦で計20機を喪失。 随格は46機を収容。収容機中、随格所属記録と、昇格所属記録を損傷のため海中投棄した。また、後日の攻撃で大破した昇格に、艦船1、艦爆1が、強行着艦している。随格艦航1機が不時着して白炉に救助。随格艦爆1機が、上川丸に救助。古高が、昇格艦船3と、艦爆2。 随格艦爆1、カツエイマルが、昇格艦爆1を救助した。昇格搭乗員戦死者は36名であった。しかし、第17任務部隊も撃破される前に攻撃隊、K-82 機を発進させていた。アメリカ軍攻撃隊はスコールに隠れた随格を、見逃し、昇格に殺到した。MO 機動部隊の陣形は混乱しており、相互援護できる状態ではなかった。 ヨークタウン攻撃隊は昇格に対し爆弾6発、魚雷命中3本を報告。レキシントンの攻撃隊は爆弾3発、魚雷命中5本、昇格撃沈確術を報告した。アメリカ軍側は多数の魚雷命中を報告しており、命中していたが不発だった可能性もある。だが爆弾は大きな損害を与えた。午前9時40分以降、計3発の爆弾が命中。 資金弾8発を記録。最初の一発は艦首前、乾板作業に命中して、両原種怒りを吹き飛ばし、全部エレベーターは陥没して、停止、飛行乾板全部も損傷したため、さらに全乾板無限下方の航空用をガソリン庫に引火し、大火災が発生した。2発目は、飛行乾板無限後部に命中し、探偵が火災を起こした。3発目は、環境広報の機重台 信号マスト付近に命中、環境勤務兵や付近の基重要員に多数の死傷者が出た。最終的に戦死者109名、重軽傷者114名に及んだ。随格からは水平線上にマストだけ見えていた昇格から火柱が上がり、黒煙に包まれる光景が目撃された。随格の見張り員が昇格沈没と錯覚するほどの様子だったという。だが機関は、 無事だったため、第六戦隊、第二将隊、駆逐艦二隻と共に戦場を離脱する。富士儀の捜索に、しぐれと白露を派遣したので、随格の随伴艦は、明けぼののみとなった。この後火災は沈下したため、三隻は反転する。潮は燃料補給に向かい、夕暮れのみ随反して、共に被退した。夕暮れは、潮に、昇格波床へ降避しや、昇格に着。 いていきく必要、泣きやと発信した。対比する、昇格の速度については、昇格運用長、福知近尾少佐は、艦は30ノットの速力で猛進していると記述している。昇格軍医官、渡辺史菅中尉は、これは一重に公会長、塚本智一郎中座による相関の賜物と評判高い。最大戦速34.5ノットで、鳥かじいっぱい。 おもかじいっぱいにして、爆弾、魚雷を避けたという、と記述している。昇格艦爆製備兵、西村都市勝海軍一等兵装は、絶えず変身する30ノット以上の全力航行での、振動の凄まじさは、爆弾の直撃以上と記述している。随格の護衛に当たった第七駆逐隊、司令部付通信兵、大高雄二は、 損傷した昇格が40ノット以上を発揮していたと記述している。5月9日、昇格と夕暮れは横須賀海雇を命じられた。小を取り沈没と昇格大破、多数の艦上機を喪失したことにより、南洋部隊指揮官の井上成美第4艦隊司令長官はポートモレス B 作戦の中断を命じた。井上司令長官の姿勢を消極的だと判断した。 山本56連合艦隊司令長官は断固として追撃するよう命令する。しかしオークタウンは逃走しており、追撃は空振りに終わった。また、ポートモレス B 作戦の海上攻略作戦も中止された。後日、南洋部隊機動部隊は山本長官より感情を送られた。修理5月10日、3隻はトラック白地を経て内地へ向かう。航海中、 フィリピン方面作戦に従事していた第15、駆逐隊が合流して護衛に加わる。第5航空戦隊は MO 作戦後はミッドウェイ作戦に参加予定であったが、35回海戦の被害により不参加となった。5月14日に五航戦から35回海戦の戦死者の報告が送られ、その損害があまりにも大きかったので、両艦とも到底実機作戦に使えないことが判明した。 5月17日、クレに到着した。同日に、昇格の修理に3ヶ月必要なことが判明する。昇格の母校は横須賀だが、ドックは潜水母艦の奥樹や改造工事のために使えなかった。そこで、クレに開港されたのである。ご到着時は日曜日であり、監視主怒りを失っていた昇格は、雇用港沖の不評につながれて、しばらく待機することになった。 真珠湾に帰討後、特管工事で修理を終え、ミッドウェイ海戦に参加した空母ヨークタウンとは、正反対の対応である。また、姉妹艦が大破する様を間近で見た、随格乗り組員の衝撃も大きく、一部には、ミッドウェイ作戦参加をためらうような雰囲気もあったという。クレグン港に到着した最初の大損傷艦ということで、昇格には、各方面から見学者が殺到した。 さらに山本五十六連合艦隊司令長官も視察に訪れた。上島工事大佐は、損傷を浴びたが、次期艦長に内定していた有馬正文大佐は、本艦が義務を果たし武訓を挙げたことを称賛している。また、山本長官は5月26日に、福地地下を昇格運用長を戦艦山和に呼び、空母被弾時の戦訓について、講話を行わせた。 福地は搭載飛行機が格納庫内になかったことが消火成功の最大要因と説明した。しかし出撃の前日であったこともあり、結果として、南雲機動部隊司令部は3五海海戦の戦訓を活かさなかった。なお昇格の陸民が艦内塗料で描いた3五海戦昇格噴戦図という絵は、軍令部の参謀に譲られ、さらに連合艦隊司令部に保管されることになった。 また、福地運用庁は損傷した木製飛行甲板の一部を切り取り、そこに、南雲中将が有役昇派三五会、昇格勘定外科、高田田和氏と記号している。後日、井上は1942年10月26日府で海軍兵学校校長に就任した。福地も1943年1月6日府で戦艦道の区運用庁に転じた後、 五神のため2月25日府で、道の区運用庁の職務を解かれる。その後、同年6月15日に、海軍兵学校教官に配属され、井上に仕えることになった。福地は、道の区運用庁時代に、昇格奮戦図を山和から受け取り、さらに、道の区体幹寺に持ち出したため、福地も、昇格奮戦図も道の区ワクチンを免れている。兵学校着任後、 井上校長と原忠和霞ヶ浦航空隊司令官の会談時に、福知が昇格奮戦図と南雲中将記号を持参すると、井上は昇格奮戦図をその場で処望し、校長室正面に飾らせた。井上が1944年8月5日府で海軍次官に任命されて、海軍兵学校を去るまで、同意は校長室に飾られていた。 1945年5月、福知は舞鶴沈樹夫婦区に転任し、昇格奮戦図を教育参考官に寄贈する。終戦時、教育参考官の主事だった姉崎岩造は、昇格奮戦図をはじめ英霊の遺品を敵手に渡して、汚されるのを忍びず、兵学校校長、栗田武雄中将にどうすべきか相談した。栗田はしばし名目し、 敵守に汚されるのはあまりに無限と考え焼却を支持する。しかし姉崎はそれを残念に思い、遺品を分類した上で図をはじめ一部を持ち出して、五福島神社に秘匿を依頼、残りは焼却したとしている。5月25日、焼却官長は、城島大佐から有馬正文大佐に交代する。将校も含め、大部分が転勤し、高級幹部で残ったのは、福地運用長と、 塚本智和老公会長などだったという。6月5日から7日にかけてのミッドウェイ海戦で主力空母4隻が沈没すると、昇格型2隻は航空艦隊の中核となった。それに伴い、ミッドウェイ海戦の先訓から搭載機の編成も、艦船27、艦爆27、艦航18に改められる。これは小型空母の艦船で事態の上空防御を行い、 大型空母は、艦爆隊を投入して、敵空母の飛行艦艦を使用不能とし、その後に策的に使用していた、艦航隊に来撃を行わせ、とどめを刺そうという戦術である。艦隊の運用方針も、航空決戦を主目的とし、空母が中核に徹し、水上兵力はこれに協力するという方針を定めた。さらに、前衛艦隊を空母部隊の前方に進出させ、 作敵戦の形成、機島飛行隊の誘導、敵艦隊の追撃及び補足、敵の攻撃力の一部吸収という役割を担わせた。おとりとなる前衛部隊では前衛艦を犠牲にして空母だけが甘いことをするという批判も聞かれ、空母部隊からも直江艦が減ることへの不満があったが、ともかく実施することになった。ただし急に決まった戦策のため、各艦隊、 各館に徹底する余裕がなく、トラック白地集結時に説明する予定だったものの、後日の第二次ソロモン改正のため、時間自体にも、レーダーの設置、出荷対策の徹底、煙突の霊園装置を消防用に転用可能とする改造、自動車の部品を利用した移動式消火ポンプの増設、艦の前後に3連装機銃の増設等の改装を行っている。 7月14日付で第5航空戦隊は解体され、5航戦司令官、原田田和少将は第8戦隊司令官に転任した。また同日付で空母3隻は第1航空戦隊を再編成、同時に第3艦隊に編入。7月20日、南雲は第3艦隊機関を昇格に変更する。本館は再建された日本海軍機動部隊の主力空母となった。 航空隊にも村田茂春少佐等が着任した。昇格運用長や公会長は以下の考えを抱いたという。かくて3ヶ月の工事、三五回の傷も完全に言え、今はミッドウェー海戦で主力を失った日本海軍機動部隊の中心に立つ身となった。大環境法主義の夢が儚く消え去った今、昇格は単に機動部隊の中心であるばかりでなく、 実に日本海軍の中枢主力となったのだ。かつて航空母艦の陸みとなったことを囲った不明なる私や航海長は今や日本海軍最上の艦の上院たる幸運に恵まれたことを自覚せずにはおれなかった。福地地下を空母昇格会1 0 9ページありまは福地から3五回海戦の状況について説明を受け昇格が沈むときは 総員大官の号令はかけない。全員が運命を共にする覚悟で戦えと訓示した。福地は軍艦とその上院の運命は艦長の性格とその信念によって決まると述べている。有馬の指揮した福地は応急措置や被弾対策に奔走することになった。新艦長を迎えた昇格は南海西部で航空隊の訓練を実施する。 8月15日に着艦訓練を行い、25日総合訓練という程度であり、連度は十分とは言い難かった。第2次ソロモン海戦8月7日、アメリカ軍はガダルカナル島とフロリダ諸島に来襲し、ガダルカナル島攻防戦が始まった。間を置かず、第1次ソロモン海戦が勃発した。8月14日、ナグモ司令長官は第3艦隊。 第一航空戦隊を率いて日本を出撃、洋上でももろもろの訓練を行いながらソロモン諸島へ向かう。8月14日府の機動部隊軍隊区分は本隊前衛部隊、輸送船7隻という規模だった。機動部隊決戦に向けて前衛と本隊の役割及び位置関係についての戦術を説明する機会や時間がなかったため、 やもを得ず航空機から筒を投下するという方法で各隊各艦に配布している。8月23から24日、ガダルカナル島造園部隊の輸送船団をめぐり、日米双方の機動部隊が対決する。ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場への日本軍基地航空隊の空襲が不徹底だったため、第3艦隊から機動部隊死体4隻が分離して、ガトー攻撃へ向かった。 8月24日の第二次ソロモン海戦では、霊式艦上戦闘機発艦準備中に、SBD ドーントレス急降下爆撃機2機に、奇襲された。昇格は急転出して、回避に成功したが、飛行艦班上の霊船と整備兵6名が転落、行方不明となった。昇格搭載レーダーは、ドーントレスを探知して環境に報告していたが、喧騒により指揮官たちに伝わらなかった。 B-17 重爆発機との戦闘では、冷戦、自爆1、未機関1を出した。アメリカ軍機動部隊に対する攻撃は、決定的戦果を挙げられなかった。昇格飛行長、関守少佐指揮の下、第一次攻撃隊の艦爆27、艦船10が発進。空母2隻大敗炎上を報じたが、未機関艦爆17、艦船3、富士に艦爆1、 感染3を出し、母艦へ戻ったのは13機だった。昇格攻撃隊は、空母エンタープライズを中破させたが、エンタープライズはすぐに損傷を修理して1時間以内に、航空隊の収容を行っている。また、サラトガは、空襲を受けていないという。第2次攻撃隊は随格飛行隊長、高橋正大式の元艦爆27.0戦9が発進したが、 アメリカ軍機動部隊を発見できず引き返した。アメリカ軍の記録によれば、アメリカ軍機動部隊の西方50回りに日本軍機を探知したが、南方へ退避したため攻撃を受けなかったとしている。また分破した死体もサラトガ隊の攻撃を受け、軽空母流場が沈没するという損害を受けた。24日の戦闘で、沈没艦損害分を合わせ合計59機と、推定を、喪失。 他に水上規模艦地都市も中派、残存使用可能機数は25日現在で、空母2隻、合計0戦41、艦爆25、艦航34となった。昇格搭乗員戦死者29名、艦上戦士6名であった。アメリカ軍側は、艦載機20を喪失し、日本軍機90機を撃墜したと報告している。8月25日、 ガダルカナル島へ向かっていた日本軍輸送船団と第二水雷戦隊司令官指揮下の護衛部隊はドーントレスや B-17 重爆の空襲を受け、駆逐艦ツキと輸送船、金達丸が沈没、軽巡人数が中破した増援部隊指揮官田中雷蔵少将は上空直撃機のない現状でガトウへ突入しても全滅すると判断し、健在艦を ショートランド白地へ飛退させた。随格関西機が上空警戒に当たるが、低速の輸送船団がアメリカ軍制空権下で突入することは難しく、作戦中止に至る。ここに、第二次ソロモン海戦はアメリカ軍の勝利に終わった。第二次ソロモン海戦後、ガダルカナル島攻撃作戦を援護するため、昇格の所属零戦1動機が仏下島へ派遣された。 9月4日、5機を失って10機に減少した例、船体が母艦に帰還した。翌5日、ナグモ機動部隊はトラックに到着した。9月10日、補給を終えた、昇格以下日本軍機動部隊は出撃して、ソロモン海域の警戒に当たる。アメリカ軍は、空母アスプが潜水艦の E19 の来撃で撃沈されるなど、積極的な行動を起こせず、大きな戦闘が起きないまま、 9月23日に、ナグモ機動部隊は、トラック島帰島した。南太平洋海戦南太平洋海戦時の、昇格甲板上の、関西機損害状況が当たるカナル島の日本軍は、劣勢に陥り、日本軍は10月25日を予定して、陸海軍の総攻撃実施を決定する。10月11日、昇格以下ナグモ機動部隊は、トラック島を出撃し、 ソロモン海域に進出した。10月15日、作敵機が4軍からなる戦団を発見。そのうち最も近いものに対して、昇格と随格は、観光9機、観爆21機、零戦8機が攻撃に向かい駆逐艦、メレディスを撃沈した。損害は、観爆、観光核1機未機関、観光1機富士着水であった。艦光9機、艦爆21機からなる。 第二次攻撃隊は敵を発見できず、本隊からはぐれた、艦爆動きのみが、輸送艦2隻を攻撃したものの損害は、与えられなかった10月25日夜、アメリカ軍飛行艇が、夜間爆撃を観光したが、被害はなかった。10月26日の戦闘における、第三艦隊本隊の戦力は、第一航空戦隊の空母3隻、第七戦隊の重巡洋艦1隻、 駆逐艦部隊であった。同日朝、策敵中のドーントレス二機が空母随砲を奇襲し、爆弾一発を随砲の観光部に命中させて着艦不能とさせた。午前六時五十分、昇格の策敵機がアメリカ軍機動部隊を発見、昇格飛行隊長、村田茂原少佐率いる九十七式、艦上攻撃機器20、高橋忠正大位率いる九十九式、 艦上爆撃機21、零戦8機の第一次攻撃隊が発進する。続いて、第二次攻撃隊の発進が開始されたが、随格艦航発進が遅れたため、昇格艦爆隊は、随格隊を待たずに、アメリカ軍機動部隊へ向かった。機関が南化する一方、随格は、航空隊発進のため、風上へ向かい、20km も離れる。孤立した昇格は、 三五回回戦に続いて、アメリカ軍機の集中攻撃を受けることになった。爆弾4発が命中、攻角砲弾の一部誘爆はあったが、致命傷にはならず、機関は健在だった。特に煙突冷却用ポンプは効果を発揮し、事前に被弾火災想定訓練を行っていたことが、被害を最小限にしたと言える。また、環境防空識書の有馬が、右舷前方から接近する。 ドーントレスの一軍に対し、取りかを加齢したところ、塚本は、三五回回戦の経験から独断で重かじへてんだ。爆弾四発命中にとどめた。塚本公会長は、艦長の命令だからといって、ミスミス悪いことと知りながら猛獣していたら、おそらく前段命中して、昇格の運命は終わりであったろうと思うと、南雲長官や草加参謀長の面前でも、 命令違反を犯したと回想している。有馬もトリカジテンダを加齢したことは失敗だったと認め、塚本を失席する事態にはならなかった。ナグ機動部隊が攻撃を受けていた頃、日本軍攻撃隊もアメリカ軍機動部隊を空襲し、第二航空戦隊や第二艦隊と共同で空母ホーネット特築艦一隻を撃沈、エンタープライズを大破するという戦果を挙げている。その一方、 村田少佐を含む、観光10赤関少佐を含む、艦幕22機、零戦12機、搭乗員、計54名を失った。随伴駆逐艦も、富士に来登乗員救助に当たった。午後5時、南雲司令部は、駆逐艦、嵐に移乗して昇格から離れた。なお、有馬は徹底追撃と、戦火拡大の必要を痛感しており、 昇格で逃走するアメリカ軍機動部隊を追撃することを主張した。時間を被害担当官にして他官の攻撃を支援をしようという有馬の特攻精神だったという。だが、草加龍之介機動部隊参謀長に飛行艦班の大破した空母で戦えるのかと知り添けられている。艦上戦士者144名、航空隊戦士者54名を出して大破した昇格は、 駆逐艦、マイフーと初風に護衛されて被退した。10月28日、トラックに寄港した。有馬と大林松尾大佐は、戦艦、大和の連合艦隊司令部を訪ね、戦闘状況を報告した。この後、山本長官と宇垣参謀長は昇格を自ら視察した。後日、有馬は海兵43機の同期生で友人の高木。 総基地に心情を打ち明け、南太平洋海戦時の状況について、山本長官は間もなく戦死された。それなら思い切って遠慮せず、本心を吐露すればよかった。残念でたまらないと語ったという。10月29日、昭和天皇は南太平洋海戦における連合艦隊の戦果を称える直後を送る。この後、南太平洋海戦で損傷した空母二隻、 従順二隻は、駆逐艦八隻に護衛されてない地へ、帰島、十11月6から7日に、それぞれの母校へ到着した。横須賀に到着後は、同地で修理を行うが、この間、東条秀樹首相が視察に訪れている。日本海軍は、新珠湾攻撃、三五海海戦、南太平洋海戦における二隻の奮戦に対し三回の、感情を授与した。 また二度の大会戦における二隻の被害の差から、随格は幸運艦と呼ばれた。随格上組員たちは昇格について、実に、運の悪い艦だと噂していたという。一方、福地近は、海軍軍人の立場から言うと、逃げ隠れていて、戦うことができずに、帰って不運だったと思っている。昇格の方が、不運に恵まれて幸運だった。敵が攻めてきているのに隠れていて、しかも、 両艦が攻撃されているのに知らん顔をして戦わなかった随格を単に運が良かったとばかりは思わないと表している。三五回海,海戦の時も随格は隠れていて無事で誠に幸運でしたと報告したら山本長官は喜んだだろうかと指摘している。南太平洋海戦後の11月11日、第三艦隊司令長官は名雲中将から小沢、 自殺老中将に交代する。11月23日付で、第三艦隊参謀長も、草加隆之介少将から山田貞義少将に交代となった。内地での連生により、消耗した昇格航空隊も定数を満たした。1943年2月16日、有馬は海軍航空本部教育部長へ転任した。後任の昇格艦長は、 2月12日まで空母巡洋艦長を務めていた岡田ためじ大佐となった。3月20日、昇格は空母留保及び駆逐艦4隻とともに内海西部へ開港される。3月25日、前年の産後海海戦における南洋部隊機動部隊の戦火に艦状が送られた。6月30日、アメリカ軍はニュージョージア諸島に来襲して、 ニュージョージア島の戦いが始まった。7月8日、第3艦隊長官小沢寺三郎中将指揮下の空母4隻と同行部隊はクレを出発した。だが、二号作戦やろ、五作戦をはじめとした1943年の航空戦により再建した母艦航空隊は陸上基地航空隊に転用されて消耗。第一航空戦隊が、 アメリカ艦隊と直接交戦することはなかった。11月11日、大型艦3隻は、駆逐艦、島風と玉葉に護衛されて、トラックを出発、15日に横須賀へ到着して、修理整備を実施した。11月17日、松原博士大佐が、昇格艦長に任命された。11月26日、3隻はトラックへ向け出撃する。 空母千歳特築艦2隻と合流後、昇格隊は12月1日トラック白地へ到着した。12月6日、第3艦隊司令部は、臨時に機関を、軽巡洋艦を淀に変更した。12月10日、昇格を含めトラック白地在白の大型艦に対し、今度開港命令が出される。6隻は12月12日にトラックを出発、昇格は17日横須賀に帰着した。 1944年1月17日、3隻は横須賀を出発して内海西部へ移動した。2月6日、空母2隻は巡洋艦2隻と駆逐艦5隻と共に内地を出発する。シンガポール機後、リンガ博地へ進出した。その後、第10戦隊小族の艦艇と共に訓練に従事した。日本の配色が濃くなった1944年3月1日。 日本海軍は第一機動艦隊を編成し、小沢中将は昇格を機関とした。これに伴い随砲は第三航空戦隊に編入。第一航空戦隊は空母2隻となる。3月10日、飛行艦班に走行を施した新鋭空母の大砲が第一航空戦隊に編入された。4月15日、小沢中将は大砲に移動し正規を掲げた。なお、 4月11日にかつて第五航空戦隊に所属した駆逐艦集運がアメリカの潜水艦レッドフィンの来撃で撃沈されている。アメリカ軍潜水艦の行動により日本艦隊の駆逐艦は次々に撃沈され、また美役島の戦いをめぐる今作戦でも消耗を重ねた。6月アメリカ軍のサイパン島襲来に伴い、 日米両軍の間でマリアナ沖海戦が正規する。昇格の航空戦力は0式艦上戦闘機34、天山艦上攻撃機12、水星艦上爆撃機18、2式艦上偵察機10、99式、艦上爆撃機3、七7 7機だったという。小沢機動部隊が抱える問題の一つに、大型空母3隻と巡洋艦3隻に対し、 護衛駆逐艦の数が少なすぎることだった。わずか7隻である。6月19日11時20分、航空機の発進中にアメリカのガトウ級潜水艦のカバラが発射した魚雷6本のうち三内市4本が昇格の右舷に命中した。カバラは給油部隊を発見して追跡を開始17日夕国に小沢機動部隊を発見して位置情報を報告。 アルバコアなどの領艦を呼び寄せると同時に攻撃の機会を伺っていたのである。カバラ側によれば日本側は全く気づいておらず、戦望鏡露室4回、距離1000メートルまで接近して発射したという。昇格は複数の魚雷命中によって三軸運転となり、電力が失われ、速力も低下した。石塚によれば昇格は飛来後も速度を落とさず航行しており、 そのうち過去壁の破れる音とともに、煙突から蒸気が噴出、ヤハギ座上中の、第10戦隊司令官、木村進少将が、昇格は止まらなくてはダメだと叫ぶ一幕もあったという。昇格管内では左限への注水作業により傾斜の復旧作業が実施されたが、注水の質疑によって逆に左限に傾斜してしまった。また全部に命中した魚雷によって艦首が著しく、 沈下した。また、エレベーターも故障して、途中で止まっていた。その後、魚雷被弾時に帰化した、航空燃料が、艦内に充満、それに引火して、大爆発と大火災が発生。14時1分、内視14時10分に沈没した。沈没時、乗組員は、飛行甲板後部に集まっていたが、急激に前のめりになって、沈下を始めたため滑り台のようになり、 飛行甲板にあいたエレベーターの穴に多数の乗組員が落ちてしまった。1272名の乗組員が戦死、昇格艦長の松原大佐を含む脱出者は護衛艦等に救助されている。昇格の艦歴は2年10ヶ月であった。昇格の沈没から間もなく、小沢機動部隊の機関大砲もアメリカの潜水艦アルバコアから受けた雷撃が、 原因で大爆発を起こして沈没した。また6月20日の空襲で、小沢機動部隊は、空母費用とタンカー2隻を喪失、打関東も損傷した。空母3隻の喪失により、日本の空母戦力は、機動部隊として、艦隊運用できる席数、搭載機、乗員の確保が困難となり、事実上、空母機動部隊として、作戦運用できる能力を失った。 昇格生存者は救助艦から姉妹艦随格と従順マヤ等に移乗し日本本土へ向かった。1945年8月31日、戦艦4隻、空母4隻は帝国軍艦隻から除籍された。ありがとうございます。